まあ、それにしてもね、まあ、新潟県知事選が気になるということなんですけども、まあ、やっとですね、今日朝日新聞が、えー、情勢調査を、えー、出したということなんですけども、まあ、これがですね、新潟県知事選、えー、与党の花住氏がですね、やや先行という、えー、記事タイトルになってるんですよね。まあ、池田千佳子さんはこの記事の中で激しく追い上げていると。 ええー、んで、あと、安中さんですかね。なんか、もう一の方は、まあ、厳しいということなんですけども、まあ、やっぱりね、こう、その、野党の池田千佳子さん、ええー、まあ、さらに手こ入れが僕は必要なのかなと、この朝日の、ええー、情勢調査ですね。やっぱ朝日というのは、まあ、結構、あの、結構というか、あの、信頼性はあるんですよね。あの、いろんな、 えー、どこからね。あのー、いろんな新聞から比較してもね。うん、ということなんで、まあ、ただね、その、まあ、やや先行ということですから、ね、えー、与党がね。だから、これからの頑張り次第で、あのー、前回も、 あの、与党候補がやや先行で、米山さんが猛追っていうね。で、それで最後の最後で逆転して、えー、5万票ぐらい差をつけて勝ったっていうのがありましたからね。いや、だからさらにやっぱり頑張りが必要かなっていうのは、えー、思います、ね。これを、あの、朝日の見てると。んで、あと有権者の4割が投票態度を明らかにしてないと。えー、いうことですからね。えー まあ、無党派層の、えー、5割からは池田さんの方が支持を、えー、受けているっていうことですから、やっぱもっともっとその、えー、なんて言うんでしょうかね、あのー、やりようあるんじゃないのかなと。うん、ただやっぱその与党校の花住さんも、えー、女性の支持が厚いっていうことなんですけども、えー、ただね、あの <laughs>、 女性知事は新潟にはいないっていう人が応援弁士でね、言ってたりとかして、まあ、この辺もちょっと、ひょっとしたら波乱要因なのかなとかと思ったり、え、もするんですけども、まあ、やっぱもっともっと、えー、頑張りましょうっていう感じでしょうかね。うーん。いや、でも本当前回もこんなんでしたからね。 これで最後の最後で、あの、逆転して米山さんが知事になったっていうのはあれですから、いや、全然、あのー、なんて言うんでしょうかね。もうここで全然あれですよ、と。これから、この一週間、えー、どれだけ必死,に必死にやれるかにかかってるんじゃないのかな、というふうに思いますね。まあもちろん与党もね、必死だと思うんですけども。うん、まあだから、大、 ま、大体、えー、今の、えー、やっと情勢調査が出てきましたからね、今までは、<laughs> あの、<laughs> 細かいないうのがずっと出てきたわけですけども、えー、まあまあ、こっからね、本当に、あの、頑張っていただきたいなと、えー、思いますね、うんまあ。本当にその原発の問題ね、あの、柏崎カーレー 原発の再稼働の問題とかですね。も、ま、う、あ、本当によく考えていただきたいなっは思いますね。まあ、国政の問題にしてもね。うん、チャンネル登録よろしくね。